早押しクイズ30問、sharp6。問題。同一選挙区に同じ名字の立候補者がいる場合に起こりやすい、どちらの候補者に投票したかわからない票を基準となる数量に比例した割合で割り振る票を何票というでしょう。正解は、安分票。問題。特定の人物や企業の抽象などを目的に意図的に行われることもある。 検索でキーワードを打ち込んだ際、関連して出てくるキーワードをネガティブなものにしたり、なっている状態のことを何というでしょう正解は、サジェスト汚染。問題、人工知能チャットボットチャット GPT の GPT とは何の略でしょう正解は、ジェネレイティブプリトレインドトランスフォーマー。 問題。身長体重は共にテレビ5個分である、テレビ朝日のマスコットであるパンダのキャラクターは何でしょう正解は、ゴーちゃん。問題。日本語では、千倍、独占という意味がある、企業などが商品やサービスの供給を完全に支配している状態のことを何というでしょう正解は、モノポリー。 問題。ごま油や塩などを混ぜ込んだご飯と具材を海苔の上に乗せて巻いた韓国風海苔巻きを、韓国語で海苔とご飯を意味する言葉から何というでしょう正解は、金パ問題。アンテナ状の角と黄色いレオタード姿が特徴の、テレビのアナログ放送から地上デジタル放送への移行を PR するために生まれた鹿のマスコットキャラクターは何でしょう 正解は、地デジカ。問題、エクスプリレーションデータの略である、コンタクトレンズのパッケージに記載されている使用期限を表すアルファベット3文字は何でしょう正解は、EXP。問題、NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディでは米軍将校役として出演している、 NHK みんなで筋肉体操でブレイクしたスウェーデン出身の庭師は誰でしょう正解は、村雨マサ問題、映画、チャップリンの冒険では運転手役として出演している、実生活でチャールズ・チャップリンの運転手を務め、後に彼の秘書として活躍した日本人は誰でしょう正解は、河野イチ 問題。アルバムイーストイ g ジアに収録され発売された曲で、あ香福山正春、バンクバンドなど100組を超えるアーティストがカバーしている中島みゆきの名曲は何でしょう正解は、糸。問題。アニメポケットモンスターの放送で光過敏性発作を誘発させてしまった事故が起きた回である。 1997年12月16日に放送された第38話のタイトルは何でしょう正解は、電脳戦士ポリゴン。問題、日本語では悪魔の双子攻撃という、公衆 Wi-Fi スポットなどで偽の無線アクセスポイントを設置し、気づかずに接続してきた利用者の通信内容を盗聴する攻撃手法を何というでしょう 正解は、エビルツイン。問題、Wi-Fi 接続時に表される周波数 2.4G や 5G の G とは何の略でしょう正解は、ギガヘルツ。問題、英語ではミッドサマーという、スウェーデンなどの北欧の国で日が最も長くなる6月下旬に行われる祭りを何というでしょう 正解は、下司祭。問題、2003年には世界遺産にも登録された、イギリス・ロンドン南西部にある世界最大の植物園は何でしょう正解は、キューガーデン。問題、講談師が調子を取るために尺台を叩いたりする、畳んだまま外側を紙や皮などで包んだ扇を何というでしょう 正解は、ハリーギ。問題、通常、箱根駅伝と略される、毎年正月に開催される駅伝大会の正式名称は何でしょう正解は、東京箱根間往復大学駅伝競争。問題、アメリカのアニメ映画マダガスカルシリーズでは、シマウマのマーティーの声優を務めている。 2022年のアカデミー賞受賞式でウィル・スミスにビンタされたことで有名な俳優、コメディアンは誰でしょう正解はクリス・ロック。問題。回転寿司チェーン・クラ寿司で回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れるごとにゲームに挑戦でき、運がいいとカプセルトイがもらえるサービスを何というでしょう正解はビッグラポン。 問題。異なる物体が接触するときに、片方からもう片方へ接触した事実を示す何らかの痕跡が必ず残されるという法則を、これを提唱した法科学者の名前から何というでしょう。正解は、ロカールの法則。問題。アメリカではニュースボーイキャップと呼ばれる。 おでこの部分が前に倒れず、頭の部分が全体的に膨らんでいるハンチング棒の一種を何と言うでしょう正解は、キャスケット。問題。株式会社や夫婦喧嘩など、二つの言葉が結びついて一語になる際に、後ろの言葉の一文字目に濁点がつく現象を何と言うでしょう正解は、連絡。 問題。成熟したオスの青白い顔が舞妓さんの化粧を連想させることからその名が付けられた、体長 35mm 前後の小型の赤とんぼは何でしょう正解は、舞妓赤根。問題。ダーツで20点エリアを狙うもその隣ばかりに刺さってしまうことを、20点エリアの両隣に配置されている点数から何秒というでしょう 正解は、一五秒。問題、非常に困った時は、極めて苦しい時に発する元気のないため息を、息という字を2回使った四字熟語で何というでしょう。正解は、青息と息。問題、アイドルグループニュースの小山慶一郎の姉で、 レシピ本藤原さんちの毎日ご飯シリーズが人気のおうち料理研究家は誰でしょう正解は、ミキママ問題、労働者が権利を要求するために更新や集会などを行う、毎年5月1日に世界各地で開催される労働者の祭典を何というでしょう正解は、メーデー。 問題。食べられるを食べれると言ってしまう言葉遣いをラヌキ言葉と言いますが、いけるをいけれると言ってしまう言葉遣いを何と言うでしょう正解は、レタス言葉。問題。エフセクト略されることもある、生身の人間ではなく、架空のキャラクターに性的魅力を感じるセクシャリティを何と言うでしょう正解は、フィクトセクシャル。